一丁上がりっと。これでだいたい300万くらいの儲けかな。あの社外秘情報をゲットしたのは大きかったな。はいはい、どちら様。あ、ゆうくん、やっとつながった。なんだ姉さんか。まあなんだじゃないでしょ。今日の晩ご飯は食べた？ダメよ、レトルトばかりじゃ。学園もちゃんと行ってる？せっかく頭がいいんだから。食べてる食べてる、行ってる行ってる。それじゃあそういうことでおやすみなさい。あ、待てゆうく。やれやれ、いい加減弟離れしろっての。学園ね、一体何が面白いんだか。悪いけど今はこっちが忙しいんだよね。よくぞ来た、迷える子羊よ。今日はどんなご用かな。私も恋愛相談してみようかな。随分と盛り上がってるわね。あ、ヒイラギさん。ねえ、ヒイラギさんももうダウンロードしてみた？ダウンロード？何のこと？まだ知らないんだ。
神様アプリだよ。悩みがあっという間に解決するって評判なんだから。へえ、そんなアプリがあるのね。盛り上がってるね。休み明けからえらくやかましいっつうか。神様がどうとか一体何の話だ。なんだお前、知らねえのか。だったらこの俺が教えて死んぜよ。よくぞ来た、迷える子羊よ。今日はどんなご用かな。あ、かわいい。なんだこれ。神様の言う通り、通称神様アプリ。今女子の間で人気の対話型占いアプリだ。だと言われてもな。まあ見てろって。例えばここにこうやって悩み事を入力するとだな。まずは出会いのきっかけを作ることじゃ。それと家業を手伝うなり、部活に汗を流すなり、何かに懸命に励むがよい。がっつきすぎずに己を磨けば、おのずと道は開かれるぞい。ってな。こんな感じに神様がお告げをくれるわけ。はあ、噂には聞いてたけど、本当に的を置いてるっていうか、お店のこととか部活のこととか、ちゃんと環境も分かった上でアドバイスしてくれるんだね。どうよ、分かったか、このアプリの凄さが。なんでお前が偉そうなんだ。でも実際かなりの精度で当たるっていう話だね。アプリのレビューも高評価で、連休のうちにダウンロード数も一気に伸びたみたいだし。私は使ったことないけど、女子に流行るのはわかる気がするな。みんな占いとか大好きだもの。だろだろ。女子に人気か。さてはお前、こいつをネタに女子と仲良くなろうとかしょうもないことを。バカにすんじゃねえぞ。硬派で通してる俺がそんなわけ。まあなくないこともなくなくないというか。ごん、それはさておき、このアプリが話題なのは他にも理由があってな。なんとこの森宮学園にいる生徒の誰かが開発者らしいぜ。そうなの？でも生徒って、うさんくせえ話だな。でも本当だったら確かにすごいね。はい、ホームルームはここまで。ひらぎさん、号令お願いね。起立。で、さてと、そろそろ行かないと。なんだ、妙に急いでんな。ちょっとこの後端末室の方で仕事が残ってて、テキパキ片付けないと帰りが遅くなっちゃうから。とわ先生ってほんと忙しいですよね。担任や委員会の顧問に加えて、学年主任の補佐みたいなこともやっているみたいですし。あまり無理はしないでくださいね。あ、なんだったら俺手伝うっすよ。大丈夫、心配してくれてありがとね。それじゃあコウ君、みんなも気をつけて帰ってね。さてと、俺もそろそろ行くか。コウちゃん、今日もアルバイト？ああ、
今日は蓬莱町だなと。また夜のバイトなんだ。あのね、こうちゃん、そんなことじゃまたおじいさんに。分かってるってこの前もしごかれたばかりだもんね。ま、夫婦漫才はそれくらいにしとけ。そんなことよりこれを見てみたまえ諸君って、なんだそりゃ。あ、もしかして前から言っていたあれ。そう、今日の夕方からあのアクロスタワーで行われるスピカの限定ミニライブチケットだ。チケット取れたんだ、よかったね、レオタ。やれやれ、話がそれたか。アクロスタワー、あんなところでやるのか。ちょっと北にある森宮市のランドマークだよね。いろいろな商業施設も入ってステージもあるらしいけど。うん、他にも美術館とか水族館なんかもあるんだよ。そう、そこでスピカがたまにライブをやってるってわけだ。いやー、このチケットを取るのもマジで苦労したんだぜ。なんたって結成3周年、気合の入れ方が違うからな。やれやれ、平日なのにご苦労なこった。まあ新曲ってのも確かに悪くはなかったし、人気があるのもわかるが。お、もしかしてついにこうも目覚めたのか。今まで散々貸してやってもろくに聞かなかったくせによ。何せ当の本人に手渡されちまったからな。まあ試しに聞いてみたら意外に良かったっつうか。そうだろそうだろ。ま、今日は当日券もねえだろうから、せめて感想は一番に聞かせてやるよ。次のミニライブは一緒に。あれ、この音、亮太くんのサイフォンじゃない。ああ、神様アプリの通知が入ったみてえだ。今日の運勢を自動で知らせてくれる設定にしてたんだよな。どれどれ、なんだこりゃ。今日のあなたは最悪でしょう。交通事故に遭っちゃうかも。楽しい一日はあっという間におしまい。心の準備だけはしておきましょうね。んだよこの画面は。それにこの内容って、交通事故？おいおい、こんなのが表示されたのは初めてだぞ。勘弁してくれよ、せっかくテンション上げてたのに。え、縁起でもね。ライブ前にこんな不吉なもん見たくなかったっつーの。ったく、お前って割と気にしいなところがあるよな。占いは占い、そんなもんに振り回されるなんてアホらしいぜ。うん、いいことが書かれた時だけ信じて楽しむ程度でいいと思うよ。そうだね、単にアプリがバグっただけかもしれないし。そっか、そうだよな。よし、こうなったら今日はライブのことだけ考えるぜ。ああ、待っててくれ、スピカのみんな。たく、単純なやつでも元気が出てよかったね。リョータが沈んでるとみんな暗くなっちゃうからね。
Thank you.
おお、空に相沢か。こんにちは。時坂、今帰り？ああ、今日もバイトだ。二人はこれから部活か？はい、今日は部長たち3年生と紅白試合をやる予定なんですよ。私ら1、2年の複合チームで挑むことになっててね、連休中に空と特訓した成果を見せてやらないとね。はい、打倒舞部長です。あの人ひょうひょうとしながらインハイの常連だからね。気合入ってるじゃねえか。相沢はもう大丈夫だな。空とも今まで以上に仲良くなったみたいだし。おい、確か3年生。あ、往来の邪魔だ。食べるなら脇でしとけ。あと、道を塞いじまってたな。すみません。まあいい。まあ、食べれるだけ仲がいいのは結構なことだ。あ、はい。はあ、びっくりした。高畑しおか。学園、いや森宮でも屈指の不良とか言われてるみてえだが。ええ、喧嘩上等で何度も流血沙汰を起こしてるって噂よ。でも空、もしかして知り合いなの？ん？ええ、商店街のあたりでたまに見かけることがあって、学園の上級生みたいなのでいつも挨拶はしてるんですが。その、悪い人だったんですか？まあ、礼儀ってのは武術の根っこにあるものだけど。ま、空らしいじゃねえか。それに噂に聞いてた極悪なイメージとは違ったな。首輪の外れた野犬みたいなタイプなのかと思ってたぜ。ええ、思ったよりずっと落ち着いている人っていうか。やっぱり見かけとか噂で人を判断しちゃダメね。私も空を見習わないと。よくわかりませんけど。先輩、そろそろ部活が始まっちゃいますよ。そうだった、舞部長にどやされる。時坂、また明日ね。おう、またな。失礼します。
な占いには驚いたけど、あの神様は可愛かったな。もしグッズとかが出たら買っちゃおうかな。さて、どこにある？
さて、まあ、どこにある？これも何かの縁だろうし、アドレスくらいは送ってあげる。あ、分かってるとは思うけど、絶対転用禁止だからね。
速アクロスタワーに来たが、いやー早くもすげー人出たな。ファンだけがわかるこのワクワク感、俺は今最高に幸せだぜ。
では聞かせてもらうぞ。なんじゃ、変わりないみたいじゃの。ではまたの。